¿Cómo está? Bien, gracias. はい、メキシコ人のスターファイヤー選手と対戦します。情報が、リオとあのメキシコでベルトに挑戦したっていうことぐらいしかないんですけど、私がファイヤーのように燃えて勝利したいと思います。Mira, yo vengo a triunfar. ¿Sí? Esta oportunidad me ha costado mucho, mucho, y no la voy a desaprovechar. Así que cuidado, porque te voy a ganar. はい、いきなりの7回入り対決ということでですね、この間ゴッテスのベルトを巻いたばかりのタッグチームの私たちなんですけれども、シングル対決となれば、まあ、もちろんなんですけど力を合わせるとかそんなものは必要なく、個々の実力勝負だと思ってます。北條かえりとは久々のシングルになるんですけども、まあ、その何ですかね、北條かえりがどのぐらい成長したかっていうのも楽しみではあるんですけれども、ここはリーグ戦ポイントをもうがっちり取っていかないと、私もその後ねどうなるかわからないし、もう優勝だけを見ているので、ここは北條かえりのパッションも何もかも全てをひねりつぶして勝ちを得たいと思っています。よろしくお願いします。はい、7回入りの北條かえりです。今回七重さんとシングルをするのは、なんとパッション注入ぶり、なんと2年半ぶりのシングル対決になります。なのであの頃の自分とはきっと変わっていると思うので、私自身すごくこの中で一番、思い入れのあるカードです、七重さんとの試合が。で、そうですね、やっぱりその今まで七回りとして一緒のコーナーに立ってきたので、その時とやっぱ体格に七重さんがいるとでは全然やっぱりオーラっていうか全然違う高橋七重選手が見れると思うし、私も、個人の北條かえりとしての海賊王女としての、実力を、久々のシングルということで存分に発揮していきたいと思います。そして七重さんに勝って、勢いをつけて、優勝を私も狙っていくんで、七重さん覚悟してくださいね。もうそっちこそ格好しないよ。はい、負けないからな。はい、私だって負けないです。絶対負けないからな。はい、はい、開幕戦1戦目がメリッサとの対決ということになったんですけれども、メリッサとは今年3月にですね、後楽園ホールで赤いベルトの防衛戦をして、その時一度勝っています。なので今回も勝てない相手じゃないというか、勝てる自信は持って臨んでいきたいと思ってます。ただやっぱりアメリカで最前線、トップとしてスターをずっと、アメリカのトップスターをずっと張っているからには、そういっただけの理由を持ってると思いますので、私がまだ見ていない強さを隠し持っている可能性も考えて、しっかり対策を練って試合に臨みたいと思ってます。最初は肝心ですから、一番最初に勢いをつけて優勝まで突っ走っていきたいと思います。And as I said before, the last time that I was here, of course, a big disappointment on my end. But still, nonetheless, coming from the United States, no matter what, where I go, representing, I will always come on top. I am number one. I am representing Pro Wrestling Illustrated. And this is a match of legends, match of agility versus strength. And trust me, I came back twice as hard, training twice as hard.And it's gonna go down. We will see who the true winner is after this. Today, 私は木村さんのダイヤで来ました。京子さん、よくしょう、よくしょう。
小熊です。今日なぜか木村京子じゃない方がここにいるんですけど、まあ、それは多分木村京子が私のことを怖くて来なかったんだと思ってます。でも皆さんの予想では多分私が負けると思っている方の方が多いとは思いますが、そこは評価を覆したいと思っているので期待しててください。私は頭を使って勝ちを狙いに行きます。よろしくお願いします。小熊さん問題ない。小熊さんは弱い弱い。クリスに言われても何も怖くないです。はい、ファイブスター開幕戦がダッシュ千作さんということなんですけども、つい先日の8月10日後楽園での10番勝負で負けてしまっているので、今回は開幕戦なんですけどリベンジマッチとも思ってます。このファイブスターはもう結果が全てだと思っているので、もう何が何でも勝ってみせます。なのでぜひ応援よろしくお願いします。はい、よしこ21歳です。開幕戦メインで、白いベルトを取ったばかりの岩谷真由とリーグ戦があるということで、もう自分はすごい楽しみです。今までのシングルでは自分は全勝してます。まあ、今回も同じ1期生として同期としてこの赤いベルトのチャンピオンとして自分は絶対負けられないと思うし、存在感を見せつけていきたいと思います。まあ、試合は良くも悪くも岩谷次第だと思うので、そこのところよろしく。メインで赤いベルトのチャンピオンのよしこと白いベルトのチャンピオンの岩谷真由が試合をします。それも一期生同士、すっごい緊張はするし、今までも何回も何回も負けてて、タッグでもシングルでも一度も勝ったことがないので、不安はあるんですけど、よしこに勝てば優勝にぐっと近づくと思います。今度こそは、今回ばかりはもう自分が勝って優勝に近づきたいと思います。スターダムは第3章に入って変わったっていうことを見てもらいたいですし、自分が白いベルトのチャンピオンになって初めての、東京で初めてのシングルの試合なので、今までとは違う岩谷真由を見てもらいたいなと思います。